これまで番組では世界各国で目撃された数々の UFO 映像を紹介してきた。そのいずれもが衝撃的なものばかり。しかし地球上にはまだ多くの研究者が常に注目している超 UFO 多発国があるというのだ。その国とは日本。秋田県鹿角市、住民の多くが UFO らしきものを目撃。矢印の先に注目していただきたい。大きな雲の間をゆっくりと左から右へ謎の黒い物体が飛行している。そしてこちら、暗闇の中、鋭い光を放ちながら飛行している。これは写真に収められた黒い皿型の UFO。 こちらはアダムスキー型といわれる世界で最も多く見られる UFO。 矢印の先に注目。これは葉巻型の UFO といわれている。実はこれら鹿角市での UFO と思われる目撃情報は今に始まったことではなく、昭和の初めにも驚くべき事実があったのだ。これは昭和17年、日本画家戸谷蕃山がこの地を訪れた時に描いた水墨画。山の上にはなんと謎の飛行物体らしきものが。これは UFO ではないのか。描かれた山は鹿角市のシンボル、黒俣山。地元の人々はこの山を黒マンタと呼び、神の宿る場所として崇めてきた。実はこの山に驚くべき秘密があったのである。山の頂上には神社が祀られ、古くから神の宿る神聖な山として伝えられてきた。しかしこの山には数々の不思議が隠されていたのである。神社の周りを取り囲むように敷き詰められたたくさんの石、実はこの石には驚くべき秘密があった。普通は北を指している方位磁石、これを黒マンタの石に近づけると、なんと針が大きく狂い始めたではないか。そこにはどんな秘密があるのか。黒マンタの歴史に詳しい鈴木明氏に聞いてみた。不自然なこう形じゃなくて、非常にこう綺麗なアスピーテ型 の三角山で。アスピーテ型とは、東西南北どの方角から見ても斜面がなだらかな三角形をした不思議な山の形のことである。とても自然にできたとは思えないようなね、幾何学的な法則性を持って作られているように見える。なんとこの山が人工的に作られたというのである。階段状に削った山肌に石を敷き詰め、中央には謎の空間までも作ってある。そしてこれが UFO 基地ではないかという説まで。クロマンタは古代人が作った遺跡で、 UFO と何らかの関係があるのではないかというのである。この説を裏付けるかのような不思議なものが他にもあったのだ。クロマンタから南西2キロの場所にも謎の遺跡が存在していた。大きな石が円を描くように並べられている。この独特な石の配列はイギリスにある古代遺跡ストーンヘンジにとてもよく似ていると言えないか。数万キロも離れたこの地に一体なぜ。クロマンタを見守るように作られたこの遺跡、やはりクロマンタと関係があるのであろうか。この遺跡は縄文時代以前に作られ、その建設目的はなんと UFO 着陸基地ではないかとまで言われている。さらにここには超古代史最大のミステリーがあるという。クロマンタから車で20分、日本古代の神秘はこの山に隠されているのだ。この山の南斜面は不思議なことに山の地肌がむき出しになっている。そこにあったのは岩。この斜面の岩の一つ一つには
なぜか不思議な記号や文字らしきものが。これは誰かが書いたものなのか。もしそうだとしたら、一体誰が何のためにこんなことをしたのであろうか。実はこういう説がある。もともとは一枚の大きな石板がこの山の南斜面を覆っていたという。その根拠として他の斜面にある石と比べてみると、明らかにその形、色が違っている。実はこの謎の石、それは何者かが別の場所から運んできたのではないかと考えられている。そしてその目的とは。その謎を解く一つのヒントを発見した。ナスカの地上絵、これは古代人が UFO に送ったメッセージだと言われている。どこの森の斜面の石もナスカと同じく、この地にやってくる UFO へのメッセージだとしたら、辰野市で目撃される数々の UFO、それは謎の古代遺跡群と何らかの関係があるのかもしれない。さらにこれらの遺跡は世界の超古代遺跡と奇妙に一致するとも言われているのだ。それはエジプトのピラミッド、大ピラミッドのそばに位置するスフィンクス、そして小ピラミッド。ピラミッドと UFO に何らかの関係性があるのではないかという説もある。これらはクロマンタ、ストーンサークル、そしてドコノモリと同じ関係にあるのではないかと言われている。クロマンタは日本のピラミッドなのであろうか。実は日本のピラミッドと言われているものが他にも存在していたのである。福島県飯野町、ここにもピラミッドと言われている山があるという。その山の名は千貫森。クロマンタと同様、この山もどの方角から見ても綺麗な三角形をしている。さらに山の麓にはスフィンクスと同じ役目をするかのように巨大な謎の石像があったのである。また近くには小ピラミッドに値する小さな山まで存在していたのだ。さらに共通点として、この飯野町も UFO 多発地帯と言われている。矢印の先の白い謎の物体、雲のようなガスをまとっているようにも見える。続いてはこちら、光を放ちながら微妙に左右に動いているようには見えない。その2時間後、なんと同じ場所に現れた。撮影者は、これ2回目ね、今日は2回目、ズームして正体を見てみましょう。これは何でしょう。膨らんだり、縮んだり、形を変える光る物体。ではなぜこの町に UFO らしき物体が多発するのであろうか。なんとこの山が実は UFO の道しるべの役割を果たしているというのだ。事実このふれあい館には毎日のように UFO の目撃情報が詳しくレポートとして届けられている。そのいくつかに驚くべき情報があった。横一列に並ぶ謎の光を放つ UFO、 そしてなんとこの UFO を映像に収めたというのだ。早速我々は UFO を撮影したという現場へ向かった。我々はここで UFO を撮影した人物と会うことができた。なんか光るものがあるということでね、まあ、3人で確認したんですが、それでびっくりしてですね、まあ、見たところですね、すごい光る物体ですね、まあ、今だから言いますけどね、もう眩しかったですね。その UFO の全貌が明らかになる。その UFO は
ハイキングに出かけた時に偶然撮影されたのだという。カメラを左の上空に向けたその瞬間、横一列に並んだ光る飛行物体が映っていた。何機もの UFO が並んでいるのか、それとも大きな UFO の窓なのか。これほど特徴のある UFO らしき物体を鮮明な映像に収めたのは世界的にも極めて貴重であるという。これら数々の映像から考えられること、それは日本も UFO 多発地帯ではないかということ。